ちのしんのすけはとっても食いしん坊なためにみんながあっと驚くような技を編み出したんです。食いしん坊ならではの技とは何なのか。お母さんが運んできたのはしんのすけくんが大好きなリンゴ。しかしこの家にはあるルールが。実はしんのすけくんがテーブルの上に上がるのは絶対禁止なんです。上がっちゃダメよテーブルの上上がっちゃダメよと、その時なんと体が浮いた。前足だけで体を支え宙に浮いたままリンゴを食べています。すごいな。お母さん、テーブルには上がってないよ。最初はそんなじゃなかったんですけど、最近はこの辺りの筋肉がムキムキになってマッチョに来ました。というわけで、堂々の1位に輝いたのは、執念の技を身につけたしんの